おはようございます。和願瀬の影やんです。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。以前、2日前ぐらいですかね、ちょっとお伝えしていたようにですね、今日は、ゲストに来ていただいてちょっと対談をさせていただこうということで、ゲストの、鈴鹿さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。朝早いから苦労様です。いえいえ、一応鈴鹿さんと言ってもですね、その誰のことかちょっとわからない方も、おられると思いますので、ちょっと紹介させていただきますと、僕が20代ですね、27ぐらいですかね、芝居をこう始めたというか、その時ね、滋賀会館というのが、今はないんですけども、滋賀会館というのがあってですね、そこでですね、演劇アカデミーというのがあったんですね。で、演劇アカデミーというのが、2ヶ月弱ぐらいのそういうワークショップみたいなのがあってですね、そこへ僕が、右も左もわからない状態でですね、そこへ行ったんですね。そこへ参加して、でそれを参加して、最後にこう自分らで、グループを作って、そこでこうちょっと短い芝居をするっていう感じやったんですね。それで終わりやったんですけど、その途中でね、劇団のね、勧誘があったんです。でそれがですね、劇団かいつぶりというね、滋賀県の、劇団なんですけども、そこの、勧誘が来ていて、そこに僕が、一回参加じゃないな、その募集されたんでちょっと行ってみたんですね。でそこの、団長さんですね、そこの団長さんが鈴鹿さんということで、で、僕はその劇団かいつぶりに入るようになったんですけども、それが、その時が最初のこう出会いというか、そういう感じなんですけども、で、それが大体だから、20年ぐらい前ですよね。うん、で、それからこうずっとこうどうですかね、こう交流があってっていう形で、現在に至るということなんですけども、で、鈴鹿さんはですね、今度、何でしたかね、立東の演劇祭ですね、はい、それの、作演出をこうされるということなんですよね。うん、でこれは、もう何回ぐらいされてる感じですかね。劇団としましては、そうですね、何回ぐらいしたかな、はい、今回で4回目ぐらいになるんでしょうかね。かいつぶりとして参加するんではないですよね。いえ、いくつかの県内の、県内だったり隣接県の、はい、まあそこら辺 の、 劇団の、いくつかのグループが、一緒に参加して、それぞれの自分ところの、作品を発表していく。もしは劇団かいつぶりとして参加するということになるんですかね。そうですね。あ、はい、そうですか。はい、ほなその立東演劇祭っていうのは、その例えば劇団かいつぶりがあったり、他のこう劇団があったりして、そういう劇団がいろいろ出し物を出し合うというか、そういう感じですかね。そうですね。3団体ぐらいになるかと思うんですが、今回は、はいはい。そうなんですね。はい、でそれはいつですかね、日にちとしては。7月の18日、日曜日ですか。はい、そうですね。あ、日曜日ですか。はい、で、昼ぐらいからですかね。私の劇団は、はい、午後1という形で、始まるんですけれど、はい、なるほど。で、まあ大体約その1団体が1時間はい、ぐらい弱ですかね、公演してる、上演しているのは。はいはいはい、はい、そんな感じですね。放送、その芝居のがっつり、そのまあ言うたら2時間ぐらいのもんではないですけども、そこそこの長さのある、そうです ね、 ね、まあ、まあね、芝居ですね。はいはい、なるほど。それは、もう4回目いうことは、全部参加されてる感じですか、毎年。そうですね、はい。あ、それはかいつぶりで参加されてました。そうですね、そういうことです。あ、
そうですか、はい、そしたら井本さんとか、うん、そのいろいろ、もちろん先ほどね、影庵が紹介してくださったように、うん、はい、影庵が、うん、劇団カイツブリの扉を叩いた時は、はい、私が団長をしております。そうですよね、はい、ですから22年ほど私が、うんうん、まあ設立来ずっとやっておられてかかってきたわけですが、うん、今は、うん、ここ5年ぐらい前に、はい、次の若手の団長を推薦しまして、はい、今井本としみっていうのが団長をやっております。団長さんで私は、うん、劇団の顧問という立場で、はい、いろいろと参加されてる、ね、でももう作演出ですよね、主にね、うん、ということもがっつりですよねそうですね、うん、はい、そしたらまあ稽古自体はいつぐらいからされてる感じですか？そうですね、いつもね、うん、年度の初めに、うん、まあ、総会というような形で年度の初め、4月ですね、4月ですね、はい、でいろいろこう団内で、うん、はい、今年はどういうふうに進めようかというような形で話し合うんですよ、うん、はいはい、でまあ今のところはここ 4,5 年前からはその、はい、さきらの演劇祭に、うん、関わってきているというような形で、まあ、今年もじゃあさきら、うん、まあ、昨年はね、うん、コロナでね、うん、もう世界中がひっくり返りましたでしょ。そうですね、当然日本もね、いろんなことが取りやめ、はい、中止っていう形になって、うん、はい、さきらの演劇祭も中止になったんですよ、はい、で、まあ、ところが今年は、うん、うん、ね、なんとかやろうかと、やろうかということで、なるほど、ね、決定ということで、それがまあ4月からですから、うんうんうん、企画を起こして、うん、で作品、うん、どういうものをしようということで書き始めて、うん、はい、稽古は5月の中頃から、うんうんうん、まあまあ5月の初めから中に中旬にかけて頃から始めたという感じですかね。そうするともう2ヶ月ぐらいで完成させてっていうことですね。ちょっと短いそうですが、ね、うん、まあ時間的に1時間もんですからね、うんうん、1時間弱ですから、はい、まあ、そんなところで、まあ、出来仕上げられるんじゃないかな。なるほどなるほど、はい、そうかそうか。なんか僕はちょっと勘違いしてて、そのさきらのところでこう募集、うん、キャストをね募集してですね、はいはい、そこへこう鈴鹿さんが、作演出を持って行ってやるようなこう形かなと思ってたら、そうじゃなくて劇団カイツブリとしてこう参加するっていうことですね、はい、そうそうそう、劇団で一つの作品を仕上げて参加するという形ですね、うん、なるほどなるほど、はい、でちなみにちょっと僕は一応劇団カイツブリ20年前に入ってですね、はい、ほんでまあ、10年ぐらい前ですかねにこう一応対談というか一応こう退いた形ですよね、はいはい、そうですね、そういう感じですよね、うんうんうん、でもそのね、対談はしましたけども、まあつながりはねなんやかんやとこうある形でっていうこと で、はい、私が、うん、影庵の、うん、なんかなんていうのキャラっていうのかななんかにね、うん、結構買って買っているところがあるんですよ。ああ、ありがとうございます。うん、まあね、僕入った時、僕本当にかなり芝居は下手くそっていうか、今も下手くそですけど、そのね、相当ひどかったんじゃないですか。その持ち味だけでやってきたという感じですかね。うん、確かにね、うん、初めて関わられた時は、うん、もうなんかとっても素直でした、だからなるほど、うん、もう言うがままというか、うん、そうですよね、はい、まあまあその今もあんま分かってないですけども、特に最初何も分かってなかって、右も左も分からへんこう赤ちゃん状態やったんでね、その劇団のねそのかいつぶりのこう稽古がある、例えば昼から稽古があったら午前中にねこうちょっと来なさいいう感じでこう午前中ちょっと鍛えていただいたみたいなね時もありましたね、最初の頃。そうでしたかね、あまり覚えておられて、ね、おりませんね。なんかね発声練習からこう、ね、うん、アメンボ赤いなやったからねなんかそんなんからこうどういう口の開け方でこういう風な感じで言うとかいうことからでしたね。そうですね、うん、そっからこう基本が大事っていうのかね、うん、そうですね、うん、
一旦ね、はい、これで一応時間になってきましたんで、はいはい、一旦これで締めさせていただきます、はい、ということで今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。ありがとうございました。